はいどうも、皆様大好きトウモツです。恥ずかしい。ということで、スーパーペーパーマリオやっていきたいと思います。もうすぐね、最終回を迎えるので気合い入れてやっていきますよ。襲いかかる強力な敵に複雑に入り組んだ城、最後の冒険の舞台は今までで最も過酷で最も危険なステージでした。そう、8面に入ったんだよね、ステージ8に。歩き続けるマリオたち、ドドンタスとの戦いで別れたクッパのことが気になります。そう、クッパがね、クッパがドドンタスと一緒に天井を支えて助けてくれたんだよね。しかし今は立ち止まっていられません。彼らは前だけを見つめてノワール伯爵のもとへ急ぐのでした。クッパがいなくなったの一番痛い。激突っていうのがすげえ気合いの入ったサブタイトル。うわー、地面が揺れている。そっか、もうここが次元の穴の中だから窓の外からも次元の穴しか見えねえんだ。また揺れが、これで何度目だろう。変ね、ここはノワール伯爵たちの本拠地でしょ。だったらこの世界まで崩壊が進んでいるのはどうしてなのかしら。確かに自分たちまで滅ぶってことやん。自分たちまで一緒に滅んでしまったら元も子もないでしょうし。おお、アンナがまた何かを考えている。ルミエール、やはりあなた。そうか、もうこの世界に用はないっていうことで自分ごと滅ぼうとしてるのか。旗迷惑すぎるだろう。とにかく急ぎましょう。早く、一刻も早くノワール伯爵のもとへ行かなければ。イエス。はい、暗黒城エリア2。これクッパ使えないんだ。あー、使えないんだね。やっぱり超使いたい。クソ野郎。一番ねクッパが強いんだけど、ちょっとじゃあマリオで行きましょうか。うわ、色のないハンバーガーが。よしよし、まとめて倒していく。このハンバーガージャンプのタイミングが難しいからね。よいしょよいしょよいしょ。はい、全滅。こいつやばい、あいつやばい、あいつやべえから、あいつやべえから、こいつ触らずに、ボムドッカンで、はい、ドッカン。ボムドッカン強いんだよな。よいしょ。1連打、よし、これで、ぶっ壊す。こいつらいちいち相手にする人もねえか。邪魔なやつだけ倒していこう。これなんかいねえかな。おお、アイくんだ。ぐるぐる回ってやる。これ、レッドアイくんちゅうの、こいつ。よし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 。あっちにもアイくんがいる。アイくん多いな。ここで初登場か。よし、くるくる回れ。よし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 、これで OK。 コイン漏れる。あ、また999まで戻ってきたぜ。やった。あれ、何にもねえな。あれ、誰もいねえな。いいの、これで。これでいいのかい。じゃあ行きますよ。いや、本当にクッパと別れたの痛いな。で、いやー、これ違う。絶対マネーラ、絶対マネーラ、絶対 120% マネーラ。ここまでDRが来るはずがない。実力がないとかそういう問題じゃなくて、あれだけ俺らに未来を託したDRが来るはずがない。フォッフォッフォ、やっと来たであるか。やってやれ、もうボムドッカー置いてやれ。来るはずがないのに、であるが。である、どうしてここに。予言について調べておったら大変なことが分かったので慌ててここへ来たのである。俺らより早く来るってどういうことやねん。ノワール伯爵のもとへたどり着きたくば、この全然怪しくないブロックを叩かねばならないらしいのである。さあ、今すぐ叩くである。もうやだよ。しかも鍵閉めてし、こいつお前ごと爆発で消し去ってやろうか。これさ、今戻るドカンで戻ったらさ、確実におかしいと気づくんじゃない。え、暗黒城なんだ、行ってないであるよってなるじゃん。叩くか。じゃあボムドカンで叩くか。じゃあこれで、はい、あ、叩けねえんだ。じゃあ叩きましょう。はい、フォフォフォ、人を簡単に信用しよって。フォフォフォってカーネルさん、落とし穴好きね。しかもお前もギリギリのところに立ってたんだ。バーカ。うわ、このでけえサングラスを額にかけて。何ここ、檻か。檻に閉じ込められた。我、あれ普通にボブノッカンじゃん。おい、3秒で脱出したぞ。檻ぐらいしっかりしろ。ここなんか他、気持ち悪い。何今の動き方何。あれ、こっち扉あるけど土管じゃねえのか。土管は関係ねえのか。針山だ。針山乗ってこうか。なんかすげえフェアリーの力を総結集して進んでいく感じだね。おーおーおーおお。よし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 。こっちなんかあんの。あ、ブロックは。おお、すげえ、なんかやべえ、これ、ちょ、待って、怖い怖いって、痛いって。これひどいだろ、これひどいだろ。よいしょ、危ない。よし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 。そこでぐるぐる回ってんのはきついって。しかもトゲのついたメットが。着地点、狩るな。
で、これでどうなんの？ボタン押しましたけど。特に変わっ、こっちも扉あるのか。どっちも押すみたいな。両サイド押すみたいな感じかな。うわ、ファイアーボ危ねえな。わあ、これでいこう。よし、これでもう完璧。絶対に当たらん。これ押す？おお、なんか出た。あ、赤いのが出た。お前、開けな。お前、開けんだな。とりあえず、どっちも叩いたけど、これで何か変わるのかな。土管入ろうか、すっと。絶対ね、あそこにブロックがあるということは何か仕掛けがあるんだよな。あのブロックが意味ないなんてことは絶対ないでしょう。はい。いい、クソだるい。どうしよう。一番右から入ろうか。そっか、暗黒城迷路になってん。これ、どうしよう。全部入ったら全部上から落ちてくることなんてないよな。左から2番目。うわ、また落ちてきた。よいしょ。さあ、うわ、落ちてくる。やっぱ落ちてくるんだな。これもしかしてなんだけどさ、これ一回叩いたら土管が右に移動するみたいな。あ、左か。こっちは左に移動するみたいな。さっきは右から2番目に土管が配置されてたから、3回叩くことで一番左に行くんじゃないか。土管4つしかなかったけど、一番左にね、なんかもう1個土管らしきものがあったから、土管は合計5つなんだよね。で、右から2番目にあったから、左の土管をほら3回叩くことでこっちに移動するんだ。はい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 。これは名探偵すぎる。ほら、戻ってきた。これ怪しすぎるだろ。大丈夫これ開けて。まあ一応開けるか。何も始まんないし、開けないことには。お、カチカチコーラ。いや、もうゲットできねえんだよな。なんか食べるか。じゃあじわじわキノコ缶でも食べるか。よし、じわじわ。ん？画面に合わせ傾ける。はい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 。あ、これで回復すんの。うわ、簡単。自然回復。あれだな、あのリホイミみたいな感じか。ドラクエで言う。お、暗黒城の鍵、やった。やっぱ開けてよかった。開けて正解。緊急キノコ。緊急キノコは2個あっても、あ、でも2個あってもいいか。何捨てる。氷の息吹攻撃したいし、お化けキノコいらないか。お、回復してる。リホイミしてるわ。こっちなんもないよね。よしよしよし、押して、もう鍵だ。もう一回叩く。もういいや、もういいや。暗黒城の鍵、さっきの上の層なのか。よし、マネーラぶっ倒してやるぜ。もうドドンタスのような武人の心を見せてくれよ。あいつも、あいつ危ない危ない。あのハンマー危ねえよ。あいつあれじゃねえの、あのピーチと一緒にいた。やめてやめて、それはない。こっち来んのか。次元、2次元じゃねえ、3次元の方来るのか。あいつピーチと一緒にいたさ、ナスタシアに操られたやつじゃないの。ビブ伯爵っつって。危ない、あいつ。どっか戻る。呪いが一番厄介だけどね。とりあえずこの呪い系は全部倒しとく。怖えから。こいつが戻る呪いだっけ、なんだっけ、呪いだっけ。いや、もうわかんねえよな。こっちな、おーおーおーおおお、なんもないって言おうとしたら何かある。見えねえ見えねえ。お、見えた。こっちの先に鍵があると予想。ほら、絶対これ鍵だ。鍵でないはずがない。違った、ウルトラ、違う、ウルトラキノコ缶。ウルトラキノコ缶欲しいな。ホイル焼きよりも強いから。でもな、緊急キノコ1個でいいか。よし、戻ってきた。あ、間違えた。よいしょ。あいつが一番厄介かも。よし、これで避ける。もうあいつがね、くるくる回ってこっちの3次元に来るよりも先に行くという。よし、あ、もう49だ。ほぼマックスじゃん。いいね、じわじわキノコ缶。リホイミ、そろそろマネーラが出てくると予想。おいおい、ちまでもない。ピーチで行くか。これワンチャンピーチでさ、通り抜けられんじゃないの。せーの、よいしょ。止められたし。何この落とし穴だらけのワンパターン。ボブドッカンで行こうか。ん？おお、仕掛けが、あ、倒すだけでいいのね。よし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 。これわざわざ落とし穴はまんないと進めないっていうこのもどかしさなんだろうね。あれ、これどこだ。ここはどこだ。一番最初、あ、違う、あ、キノコのとこか。キノコ、またこれ避けたらダメなの。あ、めんどくせえな。でも回復させてくれるのだけは優しいけど。あ、お尻だお尻。まだまだまだ。
いや、それひどくね、それひどくね。避けようねえじゃん。何そのいじめ。よし、あ、いてよし、これで踏む。あ、じわじわいらねえか、じわじわ。いや、待てよく考えろ。一回ウルトラ、あ、間違えた、もう最悪、もうこれ最悪ね、今の。もう何してんだ俺。一番大事なウルトラキラコ缶ここで切ってしまった。あれ店で買ったら300コインぐらいなんだよ。高えよあれ。まあキラパンハンターとしては安いけどな。よし、これ避けていこう。もう避けれるじゃん普通に。え、待って、鍵いるんかい。鍵ないよね。くっそ、やろうがよ、わざわざハマりに行かなきゃなんねえのか。ここ落ちて、よいしょ。次は何？うわ、お前か。こっち来たらいないのか。よし、倒した。あ、鍵だ。よっしゃい、暗黒城の鍵。あいつ意外とね、一体一体弱いんだけど、標準とか手こずったりね、なかなかすぐ倒せないとね、やられちゃうのでね。よし、暗黒城の鍵。さあ、もうこの奥に絶対マネーラいる。この奥にマネーラ。あ、さ、お前ら、お前あの手この手で騙してくんな。まあ、騙されんけど。あー、よくいらっしゃいました。騙されねえよ。お前裏狭間タウンにいるんちゃうんか。私は美しきマジライン師、サンデール。明るい日の光のように、すべての命を輝かせることが私の高貴な務め。もういいよ、それ。あなた、本当にサンデール。おい、いけ。もうどんどん突き詰めろ。何をおっしゃいますやら。隠そうとしてもこの隠しきれないこの高貴なオーラが何よりの証拠。いや、知らん、オーラとか俺まだ行できないからわからん。俺行できないからわからん。さて、今からあなた方をより良き未来へと導くためにいくつか質問もいたします。聞かれたことはくれぐれも正直にお答えください。何も質問好きね、このゲーム。あなたが苦手なもの、これウルトラキノコにすればいいんじゃない、もらえるんじゃない、ウルトラキノコ。おほ、それが苦手なのですか。これはいいことを聞きました。それでは次の中でこれ、どれが苦手ですか。雷玉環。あ、これ自分に雷玉環当てられるみたいなことかな。ちょっと怖いから雷玉環1個持ってるのでチョロボンにしとこう。それは嫌ですわねと。他に苦手なもの、これはもうあらがうことなきカメレゴンだな。あー、よくわかりましたわ。これでカメレゴン出てくるのかな。あなた安心してこの先へ進みなさいな。それではまた後ほど。これカメレゴンと戦うことになったら嫌だな。とりあえずウルトラキノコを出してくれ。ここにウルトラキノコが出て、おお出てきた。あ、マジでこういう感じなんだ。じゃあ次チョロボンか。うわ、カメレゴンを選ばんきれよかった。これ絶対カメレゴン出てくるパターンじゃな、これ。あ、チョロボンだ。よく考えたね、この制作陣も。こっち待って、絶対カメレゴンじゃん、最悪。よく考える。いや、待て、俺は強くなってるから大丈夫なはずだ。俺は強い。どうしよう、ハマハンマとかで行く。これでいい気がする。カメレゴンマジだるい、これ。 VS カメレゴンはだるすぎるな。あれ、やっぱいるし。うわ、ピシャー。また会えたんだな、ジャスミンちゃん。マジで最悪、マジで最悪。一番嫌なの選んだじゃん俺。気持ち悪い。ここまで来んのお前。あなたはどうしてここに。あ、これあれか、マネーラかな、ワンちゃん。気がついたらここにいたんだな。たぶん僕の稲荷が神様に通じたんだな。うわ、連れてこられたんかお前。一緒にいるお前、目障りなんだな。ジャスミンちゃんから離れるんだな。いや、マジで戦うんかい。これどうしよっか。こうか、次元技でここにいることを確認しつつ戦うと。動くな、これカットかな、もう。おお、倒した。割と早くいったな。うわー、もうやめてくれ、もうお前の顔二度と見たくなかったのにな。おかしい、どうしてジャスミンちゃんを僕のものに入れていけないんだ。こうなったらどうすればいいのか、パソコンでシミュレーションしてくるんだな。早く帰れお前は、引きこもってるカメレゴン城に。メカのメイドどもに愛されてろ。なんだか相変わらずのやつね。あんなもドンビーてる。
よし、じゃあどんどん進んでいきましょう。これきらめくパンジーさんにしたら確実にキラパン出てきたのかな。キラパンハンターできたのに、シェー、嫌味、嫌味出た。シェー、あんたたちどうしてここへ。ありえないわ。おい出た。あんたたちの苦手なものをたっぷり用意しておいてあげたのに、なんでここまでたどり着けるのよ。さてはあんたたち嘘をついていたわね。最初だけね。最後のは本当に心の底から苦手なものだったけど。あ、これピーチがいなくなるパターンかな。あなたがデアールやサンデールに化けていたのね。こんな卑怯な手を使って恥ずかしくないの。恥ずかしいですって。もうなりふり構ってらんないのかな。私は自分の理想を実現するために戦っているの。そのためなら手段は選ばないわ。男どもに守られてるだけのくせに、口だけ達者なおばさんの方がよっぽど恥ずかしいんじゃなくて。おい、言われてんぞ、ピーチ。言われてんぞ。確かにそうだね。どうせ今回も言うだけ言って、あとはそのむさいヒゲたちの後ろで男が見物してるだけでしょ。お、これは、完全にプッチーンだわ。プッツンするだろうよ。あなた。いいわ。そこまで言うなら、私があなたの相手をしましょう。ピーチ姫、何を言って。黙ってちょうだい。あのようなことを言われたら一国の王女として黙っていられないわ。ここから先は手立ち無用よ。あなたたちは下がってて。いいわね。おお、無事切れた。女の戦い。女の意地と意地の張り合いだ。へえ、あんた一人で私の相手をしようっての。面白いじゃない。言っとくけど、あんただけには絶対に負けないわよ。マネラチェンジ出た。いや、あい、あい、グロチュウイ、グロチュウイ、グロチュウイ。パカン、ぐる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 。この顔いつまで経っても怖えな。もう負けねえ、俺は。まあ、マネーラはね、ピーチとトルナゲールで。VS マネーラはピーチが一番活躍できるからな。マネマネー。吠え面書かせてあげる。かかってきな、ピーチ。はい、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 トルナゲール。はい、トルナゲール。とりあえずこう傘ガード。あれ、マネー落としてこないの。はい、マネー落としてくるから、これで投げる。よし、これでも最強よ。よいしょ。あれ、当たんなかった。よいしょ、ガード。よし、ナイスガード。これも別にジャンプするだけでいいんだよな、わざわざ投げなくても。よいしょ。あー、いいスローができなかった今は。よし、これでジャンプ。あれ、当たんね。よいしょ。あ、俺も当たるか。まあまあいいよ、いいよ、いいよ。よし。よし。で、これで隠れる。あ、だって隠れる。ワンチャン踏めるかと思ったけど、今。よし、隠れる。こいつ、何の生物なんだろう、もともと。クモかな、やっぱり。クモを。やべ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 、助けて、助けて、誰か助けて、行って。誰か助けて、今の。超怖かったよ。よいしょ。うわ、当たんね。くっそー、なかなか当たんないな。よし、これで。よし、ジャンプ。投げる。よし、9ずつ食らう。あ、やっと足1本取れた。え、何あの風車みてえな。あのナルトのさくらのお父さん、あんな感じだったよね。なんだっけ、春のなんとか名前忘れたけど。こいつ取れる？取れはしないか。取れないわ。今踏めないもんね、絶対これ。踏めるか、踏めない。俺ルイージがいたらスーパージャンプで倒せたんだけどな。よし、落ちてきた。むずいむずいむずい。投げる。うわ、ちょ、あ、そういう軌道で飛んでくのね。やっぱジャンプの方が当てやすいかな。あ、無理だ、今無理だ。よし、じゃあガードタイム。うわ、意外とダメージ入ってる。ちょっとやだな。やっぱウルトラキノコ缶使うべきじゃなかったな。はいはいはい。よし、マネー出してこい。この待機時間ずっとこうやってやってる。よし、よし、届く。あれ、あのマネー欲しかったな。やっぱこいつを倒すにはマネーしかないか。行って、他の高級手段ねえかな。なんかワンパターンすぎるな。ちょっとやっと足2本取れたよ。これ長い戦いね。考えろ考えろ、もっといい戦い方ないか。ないな。やっぱトルナゲルが一番いいかな。よし、これで。よいしょ、い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 いしょ。おお、いい感じで踏んでくれた。ナイス、今のはナイス。よし、足3本取れた。よし、じゃあこれはまた待ちだな。これノーカットでいきますよ、もう。ノーカットでいきますよ。こんな最後の戦いで編集なんてしませんよ。はい。
やっぱピーチ傘ガードは強いけどさ、こういうボス戦でしか活躍できないよね、なかなか。よし、待って、あと意外と13しかない体力、ギリギリじゃない。そうか、やっぱりマネーラに与えることでダメージ入るのか。結構よし、避ける、ジャンプ、はい、ここも投げる。で、これであと2本か足。もう背景と同化して足何本か分かんねえんだけども。はい、ぐる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 、よし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 、やべ、踏めないか、ギリギリ踏めない。この高さちょっと腹立つな。この時何もできないからちょっともどかしい。待機、よし、あ、別にこれ避けなくても、普通に軌道を避ければいいだけの話か、ガードしなくても。よし、出してこい、マネーを。さすがにマネー隠すのはダメよ。で、次のマネー出した時にここでジャンプ、あれ、ジャンプ、ジャンプ、よし。で、そうすることで2本目のマネーをもらえると。うちょ、待って待って待って、そんなことある。よいしょ、よいしょ、あと1本。回復なんてしねえ、回復なんてしねえ、超速い超速いゴキブリ並みの速度、今速かったな。怖っ、こいつマジで足1本でどうやって動いてんだよ、速えな。ここは避け、これ別に傘ガードしなくてもいいな、さっき言った通り、等に、用に。よし、かかってこいや、女と女の意地の張り合いじゃボゲー。よし、これでもう倒せるか、避けて、よし、これで、あ、もう一丁、これで、どうだ、どうだ、まだか、まだか、まだか、あと一本、これで倒せるか。よいしょ、どうよ、どうよ、どうよ、まだか、行ったか、まだか、お、行った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 、女と女の戦いよ、これが。ありえない、私がピーチ、なんか、ぬはは、何その断末魔、独特な断末魔。お、にょれ。かわいいな、でもマネーラってやっぱり。あら、少しやりすぎちゃったかしら、ごめん、遊ばせ。うお、こわ。あのハート、世界一怖いハートだな。やったね、ピーチ姫。やっぱ強えんだな。崩壊が進んでいる。ぐずぐずしていたら、ここも危ないわ。そうね、行きましょう。え、行こうぜ、ピーチ姫。なぜ行かないの、話を聞いてあげるみたいな。あ、違った。マネーラ、ここにいたら危険よ。あなたもどこかに避難しなさい。ふん、あんたにそんなこと言われる筋合いは。きゃ、きゃー。いや、今のはさすがに出てこれたろ、ピーチ姫。クッパのようにみんなを受け止めていなくなったわけじゃないだろう。おてんばすぎるだろ、ピーチ姫。今、何かすごい音がしたわね。ピーチ姫、いや、おめえら、腕引いてでも出てこいよ。あ、開かない。うお、そんな。いい、何そのギリギリの状況。う、な、何してるの、ピーチ。え、何、助けてんの。うおーおー、やべえ、スカートそれ、パンツ丸出しになんない、大丈夫。ゲームの中だからいいもの、これ現実だったらパンツ丸出しぞ。何してるのかしらね。か、体が勝手に動いちゃったわ。あんたに助けてもらうのなんて、まっぴらごめんだわ。手を離しなさい。そうはいかないわ。あなたのことは好きじゃないけど、放っておくなんてできないわ。目の前で人が危険に陥ってたら助けるのが当たり前じゃない。お、いいこと言ってるけど、ピーチ、待ってて、今引き上げるから。いや、絶対これ、あーキャーと、絶対これ落ちると思った。建物が歪んで扉が開かないですって。そうね、地震の時とかはもう、地震か、地震の時は絶対扉先に開けとかないとダメよ。クッパに続いてピーチ姫まで、どうしよう兄さん。いや、慌てる慌てるな、落ち着け落ち着け、平常心、先に進みましょう。そんな、もうここまで来たら進むしかないでしょ。確かに世界の崩壊はもう目前に迫ってる。私たちは進まないといけないの。ピーチ姫だって同じことを言ったと思うわ。もう何のために犠牲というか、守ってくれたかってことを考えなきゃいけないよね。そうだね、確かにそうだと思うよ。ピーチ姫のことは心配だけど、ここでこんなことしていたら後できっと怒られちゃう。とにかく先に進もう兄さん。
わ、また一人、また一人と仲間が減ってっちゃうな。あと5、あと5、ちょっと待って、ゴールだけどさ、どうしよう、先にじゃあ叩いちゃおっか。よし、8の2クリア。クリアしたけど、なんだろう、この心の底から喜べないのは。